監督、おはようございます。おお、おはようさん。どう、体調は？ここはどこみたいな顔しそうな、お前。オレンジだよ、監督である。オレンジだよ、ここ。お前贅沢やな、お前。選手でお前オレンジ来たの初めてやぞ、お前。昨日のこと覚えとるか、お前。熱中症でぶっ倒れて、でね、まあ病院ちょっと埋まっててさ、行けんくって、でお母さんにね連絡して、ちょっとお母さん連絡繋がらんくって、で俺に来たんだ。まあお母さんとその後連絡繋がったからよかったけどね。まあでもだいぶ顔色マシになったの。いいよ、もうそこに座れ、そこに座れ。いや、お前昨日本当にお前、俺死ぬんじゃないかなと思ったもん、お前。顔が真っ白すぎた。本当に。あ、いお前、なんか飲み物飲む。お茶でも。あ、ちょっと、お茶でもなんか用意してあげて。お前、監督のベッド、お前ベッドで俺ヨギボ寝とったからな、昨日。言っとくけど。贅沢に寝やがって。まあ、なんか、お腹空いとる？ちょっとなんか、パンかなんかあるでしょ。出してあげて。まあ、よかったよ。でも元気になってな。まあ、ちょっと昨日暑すぎたわ。でも、それにしてもちょっとね、この時期においてはありえないぐらい、異常なぐらい暑かったから、まあまあ、しゃあないしな部分ある。まあ、ダニエルもね、後ちょっと脱水症状になりかけて、まあまあ、お前ほどひどくはなかったけど。よかったよ。治ってな。よっしゃ、もう俺もちょっとそろそろ、行かなきゃいけないとこあるから。まあ、いろいろ、ゆっくりして。多分もうすぐお母さんが迎えに来るってことだから、お母さん来たら、お母さんと一緒に、一緒にね、帰ってもらえればいいから。まあよかった。とりあえずなってよかったよ。じゃあ、また、明日オフだから、明後日か。お疲れね。はい、お疲れ。まあ、あんまくつろぎすぎないように。ね、オレンジやからな。まあいや、じゃあはい、お疲れね。はい、お疲れ。で、あとよろしく。あとフォロー洗っといてな。はい。